で、人参とリンゴあ、リンゴと、がないと飲めないね。ね、だレモあ、レモン、いいレモンね。もちょっと入れて。それを朝3杯飲むんだって、人参ジュース。ああ、いいかもしんない。で、朝3杯、昼3杯で、夜は、まあ、自由に食べていいよっていう。だから本当の断食ではない結構飲むね、人参3杯でし3杯って。ょ。3杯って結構多いよ。それをね、4日間やりなさいっていう断食。それはなんかね、サナトリウムのなんかそういう施設があって、実際にそういうことをやってるんだって。だから合宿で、よくね、断食道場とか、またこの間もね、テレビ静岡でやってたけど、熱海にあるんそじゃのないね、です伊豆にもあるのかな、か。なんかね。みんな行く人いますよね、ご覧ね、の方そうで。なんですよね。そうなんだ。私もそれ昔から興味あったんだけど、どんなものかなと思って。なかなか行くのお金もかかるし、遠いもんだからね。だって、泊まりでしょ、あれ。1週間ぐらい泊まりですよね。そう、なんか泊まりながらヨガをやったり、運動もしながらっていうね。2泊3日ぐらいならいいでしょうけどね、12週週間間っちょってというとなかなかな行かなくからね。ね。ハワイ行くのと違うもんね。ハワイだとね、いつでも行けちゃうから、来 ちゃうけど、断そん食なんにで1週間ってね、なんかね、ね損した気になりますえ。でそれだけどすごいさ、大して食べられないのにね、旅行の楽しみって食でしょ。それなのにさ、一緒ぐらいのお金に払わなくてはいけないっていうさ、そのな金は取られて、飯は出ねえって、なんだこの野郎ってなりますからんだこの野郎 体重減ってもね、なんかこう満足度がないよ損したね。気になりそうます。そうそう。だからちょっとね、合宿まではと思ったので、自分で自太って宅もいいでからね。できるやろうと思ってね。まだ買ったばっかなんだけどね、やっやぱろうかな食べと。ない訓練した方がいいよね。なかなかそれって人間難しいけどいや、ね。そんなことないんですよ。もともとがさ、私食レポとかもやってたから、すごいこう食に対しては貪欲、これは何の味だろうとか、そういうの考えちゃうし、食べ物は大好きね。嫌い、好き嫌いがないんだよね。だからどうしたらさ、この食欲を抑えられる。性欲も抑えてるしさ。抑えてる 性欲を抑えてる分、食欲で言ってもいただくことになりますね。もうあらゆる欲を抑えなくちゃいけないじゃん。旦那さんに頼んで性欲だけで生きてもらうって違うんでしょうね。そうか。そういう手もあったけどね。食欲ね、止まらないね。まあ昔よりは食べられなくなったけどそうだね。でも欲がなくなっちゃったら人間じゃないからね。生きてる証としてはやっぱり欲はやっぱり大切にしないとね。ただ今ね、一時期抑えられたとしても、またどうせ欲って出てくるでしょ。なんとさ、なんかさ、どうしてる？あんま食べないじゃんね、もともと食が細いから。まあ、食べないようにしてるっていうかやっね。ぱね、してますね。やっぱそうなんだからお腹空いてきたら、まずちょっとお湯飲んでみようかみたいな。だ。あ、それでもそう満足できか。なかったら、ちょっとアーモンドでもかじってみるかみたいアーモンドとかいいんな。アーだってモンド食べね。てると自然にね、なんか食べてるもんで、ああ、わもうかる。それでも満たされちゃうんでくるす。みとかも食べる？アーモカンシド。ューナッツ。ああ、カアーシューモナッンツド、がカいいんでシすューナか？ッツ、ついでに、レーズン。あ、レーズンか、レーズレーズン結構ン。安いんでね、レーずっズとンって食べて、あんま甘い好からきじ食べゃてないられな。るんです。うちの家族もね、僕ぐらいしかレーズン食べない。レーズン好きな人って聞いたことある？で、僕も割とレーズンパン時々食べますから、レーズン好きな方だと思いレーますズけンパンど、ダメ。子供は食べないですよね、レーズン嫌だ。いや、特に好きってわけじゃないんだよ。でも、まあ、口寂しいから、そうそう、そドれライは。フルーツって結構体にいいっていう、無いいで添す加よだし。ね。ドライマンゴーとか、パイナッいいプル、ドライパイな。ナップル。ハワイのカレーね、ハマっちゃう。そうね、そうそう、なあるるほある。どね、いいね。ドライだったね。だってドライイチゴもありますもんね、最近見たら。あ、ある。ある。イベンあトとでみ食べかんもありた。ますしね。何でもあれだよそうね。そう。ドライ萎の時縮代しかてもる。しれ生ビールだよね。ビールもドライだし。そうですね。そう。あれは無添加だから体にいいよ。で、酵素もギュギュギュッと。まあね、酵素も詰まってるよね、きっと。酵素は。あ、でも生のがいいのか。酵素はよくわかんない。要は人参ってすごいでしょ、酵素。酵素持ってそうるでそうしそう、ょ。人参しか含まれない酵素があるっちゅうそう。からね。だから人参ジュースを飲めば、一日のその栄養分が満たされるっていうからね。そうそう。かな。3杯飲めば結構やわらかくなりそうだよね。ただこの間の、まあ、言いましたけどね、やっぱり断食してからそういうのを始めないと、腸内細菌がそういうのに耐えるような状況になってないと、だよく玄米菜食がいいとかっていう方もいますけど、やっぱダメな方もいらっしゃるんですよね。で、玄米菜食に耐えられる腸内細菌を持ってらっしゃる方はそれで健康になるみたいですけど、もう軟弱な腸内細菌でいきなりもう玄米とかね、菜食なんかされちゃうと、このお腹なんかパニックして調子悪くするっていうのがあるんで。
腸内細菌と相談してからやっていただきたい。まあ腸が丈夫でも